2016年の2月20日は、はいはい、あの滝光壮さん の, あの20年目の命日に、ね、もう20年になりますかね、はい、96年になりました、はい、であのその命日の日に名古屋のムネツーホールで、はい、最初のリサイタルをやるなさんですね、はいはい、でその6日後の26日に東京オペラシティの近江学堂で、はいはい、またあの同じプログラムで竹光さんを、あの記念したリサイタルを行いたいと思います。ああなるほど、はい、あのプログラムとしては、はい、竹光さんの最初ギターのために書かれた最初の作品のホリオスという作品、はい、そしてエキノクス、そしてあの全ては白目の中でという3つのオリジナル作品と、はい、あのギターのための12の歌っていう、まあ、有名な、はい、あのポップスとかあの、まあ、親しみやすいメロディーのアレンジ集、名アレンジ集がありますが、はいはい、その中から7曲を、はい、あの中心にお伝えしたいと思います、はいはい、ああそうですか、はい、で僧侶でしたっけ、ちょうどあなたがお生まれになった時とかって、はい、さっきホリオスっていう、はい、最初の作品ですが、はい、この曲はあの74年の5月に完成してまして、はい、あの庄村久志さんの移植で作曲されたんですが、この作品が完成するちょうど1ヶ月前に私が生まれまして、そうですか、で74年の4月もうあの作品と同い年っていう、ああなるほど、あそうですか、はい、あのそういう点で親しみがあの湧いてます。あのこの曲はあの最後に魔界受難曲の有名なコラールが引用されていることでも知られてまして、はいはいはい、あの竹光さんはあの作曲の時にあのいつもあの魔界受難曲のコラールをまずピアノで演奏されて、ね、亡くなられる前にも魔界を聴いてらした、ね、ラジオで聴いてらしたっていうお話が、ね、ね、言われてますもんね、だからあのこのマタイにとてもあの思い入れがあったということを聞いてまして、はい、あのギターの最初の作品にそのコラールを使ってあの使われたというのがとてもあの興味深いことだと思いまして、であの、まあ、コラールですが、あの そこにやっぱりあの竹光さん独自のこの美しい竹光トーンと言われる美しいハーモニーが使われてまして、はいはい、であの私あのちょっと楽譜をよく見ていてあの気がついたんですが、このコラールが出てくる直前のところにあの、はい、バッハのモチーフが出てくるんですね。このバッハ、このドイツ語を読みするとベアーゼハーっていうあの、はいはい、この音符になりますが、そのモチーフが変わってる、あの、はい、突然出てくるわけですね。ああそうですか、このそれまで出てきた他のモチーフの一部分が、はい、そのバッハのモチーフにあの絡ませられてる。ああそうですか、まあ面白い、たくみさんここでちょっと遊んでるのかなって感じは、弾いてらしてそういうことを感じたわけですね。ええ、はい、そうですね、あそうですか、まあ、あのギターのための最初の作品ですが、あのギタリストにとってたくみさんがまだギターのことをよくご存じなかった時に書かれた、本当に純粋に音楽的に、はい、あのもうやりたいことをもう存分にされている、その時点でのたくみさんが興味を持ってらっしゃったことを、あなるほど、はい、という感じで、あの非常にあの、まあ、流石な難しさと、はい、非常にあの、まあ、挑戦するあなるほど部分が大きいところがあります。あの当時たくみさんが興味を持ってらっしゃったというインドネシアのラムランも、はいはいはい、あのそういったあのモチーフも取り入れられているんですよ。あそうですか、はい、でたくみさんのお気に入りのテーマであったというのはあの海のテーマというのがありまして、はいはい、フルートとギターの旅の作品で海へっていう作品があるんですが、この海、英語で sea っていう単語ですね、はいはいはい、これもやっぱりドイツ語にするとあの SAR っていう、はい、ラーラーラーっていうのあの、はい、モチーフになるんですが、はい、これがもう竹光さんのその最初のホリオスから何度で来るんですね。ああそうですか、で竹光さんのギターの作品には本当によく出てきます。ああそうですか、このエキノクスでも出てきますし、はい、であのそれが
さん特にの美しいハーモニーでいろいろな形あの色彩感を、はい、いろいろな変化を持って次から次へとそれが出てくるのは、本当にもうとてもあの美しいあの30代ぐらいの人ところだと思います。ああそうですか。いや、うん、なんかさまざまなそういうことを思いながら演奏するのもいいですね。そうですね、作品と向かい合っていると、はい、いろんなものが見えてきて、ぜひどういうものがあったのか、こういう謎があったのかとか、いろんなことを発見あると思うんですが、これをぜひ聴衆の皆さんに聞いていただきたいっていう、ああそうですか、そういう狙いがね。ああそうですか。実は昨年の5月に、はい、この竹道さんのギター協奏曲を含む、はい、日本人の作曲家によるギター協奏曲集っていう CD を、はい、お作りになりましたね。はい、ドイツのレベルからリリースしまして、はい、竹道さんの夢のヘリエっていうギター協奏曲を、はい、その中で取り上げました。でドイツのオーケストラとそれをレコーディングしたんですが、はい、他に林ひかるさんの北の小舟っていうコンチェルト、はい、それから細川俊夫さんの旅9目覚めっていうコンチェルト3曲をレコーディングしまして、で5日間かけてレコーディングしたんですが、オーケストラの響きに囲まれて、はい、その竹道さんの協奏曲をレコーディングしてるときに、やっぱりギターのソロの作品と同じようなモチーフが出てくるわけですね。ああああ、でそれがまたオーケストレーションをされた響きになると、竹道さんがソロの作品では書けなかったいろんな響きっていうのが、あ、はい、こういう響きをイメージされてたのかなっていうことが、同じモチーフでオーケストラと一緒に演奏することで、いろんなものが聞こえてくるようになりまして、ああそうですか。でそこからソロの作品を演奏するときのインスピレーションっていうのが出ることができました、はい、ああそうですか、勉強になりました。ああそうですか。レコーディングする予定があります。ああそうですか。実は今年リリースしたかったんですが、はい、去年レコーディングする予定があったんですが、ちょっと自分の準備がまだまだ納得いくレベルになってないので、はいはい、まだこれからしばらく準備をしてから、ああそうですか、作っていきたいと思います。でも、まあ、そういう計画を失ってらっしゃるんですね。はい、まあ、CD 制作に私の場合は3年から5年中の場合で7年ぐらいかけてね、はいはい、やりますので、要するにいろんな意味での準備っていうかあれですね、はい、発行させる時期が時間が必要なんですね。そうですね、私の場合はそうですね。